新人期待的な BGM 的なオリーブの食い方でいいと思います FA の、難問ゲームクイズということで、打ち合わせと一切してないぶっつけ本番です。至らぬ点があるかもしれませんが、そこはご了承ください。では最初の担当の人は、はい、はい、OFA の OFA まず A 君から、はい、そうです。カズミンからの問題、ね、はい、第1問です。でデッドバイデイライトというゲームで、破滅ルインというパークは誰の固有パークでしょうか。お、手を挙げる。怖い感じじゃない。ちょっと奥手前出ないと。はい、おかげで。チャラめは。第2問です。レインボーシックスシーズの、家が防衛側の、オペレーターの家側のガジェットの名前は何でしょうか。ホスケ。答えこれは。3番。はい、正解です。はい、ADS です。これはグレネードとかを回収してくれるすごい優秀なガジェットになります。はい、第3問です。ブラッドボーンのダウンロードコンテンツで登場するラクヨウという武器は誰が使って、いたでしょうか。誰はやる。はい、マリアでございます。はい、サンパー正解です。すごいお世話になって、ダウンロードコンテンツの時計塔の中で、戦うボスキャラクターになります。結構、体力を減らすとすごいモーションをしてきてくれたりとかして、すごいかっこいいキャラクターになります。自分で戦うという、はい、で4番です。シャドーバースでスタンダードパックを含めて、8段目のパックは何でしょうか。はい、全然わかんない。違います。これ一かさんのどっちかです。一か三番だ。よし、ここは当ててやろうじゃねえか。一、はい、番だな。正解になります。そこ外してください。じゃあ次は適当に一番美味しいところ取れなかったので。はい、このパックスペルカードがデザインになってます。はい、5番です。ヘッドブラッドオーダーでクルキガルイルカルラは誰のホグでしょうか。もう一回言って、なんだっていう。クルキガルイルカルラは誰のホグでしょうか。はい、3番。はい、正解になります。イレシキガルイこれリンじゃないの。さっきの、中で全員、遠坂リンっていう人がよりしろとか遠坂リンっていう人が、なってるんですけども、この人は、面会のメリークリスマスっていうので初めて実装されたサーバントになります。ちょっとビビってます。こいつらまだ気元だなって。すごくね、なんでわかるんだっていう。ちょっと簡単すぎるかもしれないですが、では僕始めます。でも一からだよ。待って、今度呼んでくるって何これ。呼んでくる、呼んでくる、難しいよ。選択肢増えた難問だ。3択以上から結構難しくなるっていうあれがあるんですよ。4択、5択はクリボーだけど、これ実は意外と知られてないっていうことで、まずはヨッシーの本読み。
え、4番ですか？4番、なめこ。違います、残念です。違うんだ、近さんの取り方だぞ。2番、しいたけ。正解です。しいたけなの？なめこしか見えないんだけどね。最後に、このノコノコっていうキャラクターが一番最初に出てくる予定だったらしいんですけれども、2段階の攻撃が必要で難しいっていうことで、最後の最後に追加されたキャラクターだそうです。聞くまで、開発から聞くまで社長も知らなかったの。しいたけなんだ。はい、栗じゃん、竹があるから、クリボーなのに栗じゃない、竹もいいじゃん。確かに。はい、では次、有名なコナミコマンド言える方いらっしゃいますか？多いで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 すか？正解です。ちなみにグラディウスではゲームオーバー時に上下 BA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  と高速で入力するとそのままコンティニューができます。これ入れるとポーズした後からこれ入れると自爆するの。ある次のやつ、次のやつが自爆になる。そうですね。いや、すごい。ではこちら、ゼルナの伝説、に出てくるモルスボイスというキャラクターが出てきますね。普通に戦うと高い HP で手強いんですけれども、ある裏技を使うと簡単に倒すことができます。その裏技とは何でしょう？ネコリセットか。これ初代ゼルダ。初代はファミコンの初代ゲームに。自作システムだから。4年前に聞いた。そこの社長がどやーするとこじゃないの。まあ耳が多いキャラ、耳が大きいキャラクターです。はい、通行のマイクに向かってハードソーンって。正解です。通行のマイクに叫ぶ。ファミコンの通行、ニッピー側の通行の方にはマイクがあって、数少ない使い方もしてこんなんがあります。たくさん穴が開いてるんですけれども、ちなみに通行のマイク部分はこの左上の一箇所だけです。初めて知ったわ。マイクがついてるケントスラヒラの場所ジェネレーションだった。じゃあお次です。このゲームは何でしょう？痛恨の上を押し続けてるとゲームの動きが遅くなる。これにより難易度が下がるということ。痛恨の上を押し続けると、これは特徴ですね。で次、新アクションとしてスライディングが登場した。はい、ロックマン3。ロックマン3。はい、正解です。ロックマンなのかなって思ったんだけど、スリーとかまでは知らなかったわ。ワイエーワイエーの最後。いや、すごい。では、こちら最後、私最後。名前ひどいな。ドラクエ1の王の部屋から出る条件、一番最初の王の部屋から出るための条件があります。その条件とは何でしょう？はい、あ、魔法の鍵使う。魔法の鍵を使う。ちょっと違いますね。なんで俺みんな知らないうちに、知らないうちにこの条件って達成されちゃうんですけれども、知らないうちに。はい、時間経過。時間経過、残念。リサボの喧嘩調べてるとか、2時間ポコッと、はい、部屋の中にいる全員と話す。ああ、ちょっと惜しいですね。わかった、わかった。はい、鬼課金する。この時まさかの違います。どこで課金する。要は知らないうちに達成できちゃう。ここにある宝箱を全部調べるんですか？はい、惜しいですね。さっきの全部話すとも、全員と話すともちょっと噛み合わせると惜しいですね。分かった。はい、もうこれしかない。宝箱に課金する。課金は人生みたいなもんだって言ってたじゃん。では最後のヒントを出して、ドラクエってメニューボタンを押すとコマンドがピロンって出てくるじゃないですか。ヒントです。それがヒントです。はい、宝箱から入手されたの装備する。いやー、残念、違いますね。それどんどん、そのコマンドってドラクエ1にしたいコマンド？いや、ドラクエの共通ですね。あ、たくさんコマンドが出てくる。コマンドの中の、あ、知らないうちに、はい。なんか調べるコマンドに近づく。調べるコマンド、はい。
惜しいですね。どうしましょう。あなたの答えを。ここまでモサが出てこない。最初の方にやった扉コマンドを使うとかですか。扉コマンドを使う。本当にあの皆様、あとちょっと足りないんですね。あとちょっと足りない。なんか聞いたことあるの気がするんだけど。そうですね。割と知ってる人。ではそろそろ。答えの方、一問私の勝利ということで、はい、すべてのコマンドを使う。取るなんて。実はこの部屋から出るためには、宝箱を調べて開けるなど、階段を使って階段を降りる、扉を開ける、王様と話すなど、すべてのコマンドを使わないと出れないようにします。それを知らないうちに、そのすべてのコマンドを使うことで、そのゲームの流れを理解できちゃうっていうすごい仕組みです。それを聞いたことある。すべて具体的な方法を示したんです。最初の方法を調べるみたいな。自分の動画調べるみたいな。取るなんてあったんだ。では、何の取らすか。分取るってことでしょ。分取るってことですか。目の前のものを取るだけなんだ。本社で使っちゃう。じゃあ、舐め上がって一問目いきたいと思います。ゲームに出てくる通貨の単位っていうのはいろいろあると思うんですけど、まあ、ドラクエならゴールド、ファイブならギル、どうもりだと何でしょうというものです。はい、どうぞ。ベルですか。はい、正解です。緑のやつ。まあ、これいろんなシリーズのちょっと並べてみたんですけど、まあ、ギャラとかクレジュとか。ゴロリってない。ゴロリ、すごい。ゴロリ、ゴロリ、ゴロリ、ゼニーが入ってますね。マイナーライスとかマニー。ゼニーね。ギターだけ分かんない。じゃあ次いきます。この中で公式で出てる身長が一番低い。割とちょっと引っ掛けなのです。はい、どうぞ。はい、正解です。これは身長はこうなってまして、この、左の2人が同じピリで、左のことに沿って、8キロてか、クラウドの3文字しかないのか。ちなみに、あそのスマブラの、初代スマブラ、64で発売されたやつの隠しキャラ含めて、誰か全員で、はい、10人正解です。全部で12台。最新作は76体ぐらいやってるんですよ。じゃあ少ないですね、最初は。この中で、DS 版ドラクエでリメイクされてる。じゃあ、はいですね。マジですか。2番。はい、正解です。この花嫁候補ってこの3人になってまして、まあ、1の関谷はなんか番外のゲームのキャラクターで、まあ、ルドマンは、フローラとデボラのお父さんやっていうやつですね。じゃあ最後の問題です。ファミコンで発売された以下のタイトルのうち発売日が一番最後なのはどれでしょう。はい。はい。ゼルダ。あ、違います。違う。ファミコンでのカセットは、はい。ファミコンで一番新しい。はい、新しいやつです。見たことない。これはもう行く気がないですね。お願いします。3番だな。違います。どれだろう。これがあれおかしいぞ。以上になります。以上です。ありがとうございます。Thank you.